Yo Leute, es geht natürlich immer noch weiter mit Naruto. Der große Endkampf rückt immer näher. Und jetzt heißt es, der Wind heult, der Donner grollt. Der letzte Kampf beginnt. Sieht aber eher so aus, als würden hier gleich drei letzte Kämpfe beginnen. Und es ist im Moment sogar von der geschätzten Spielzeit mit 33 Minuten das längste Szenario überhaupt. Der vierte große Ninja-Krieg war endlich in seine Endphase eingetreten. Naruto und Sasuke hatten an der Schwelle des Todes neue Kraft gewonnen und kehrten ins Leben zurück, was Madara erschaudern ließ. Im Licht eines unbarmherzigen hellen Mondes standen drei übermenschliche Ninjas am Fuße des Gottesbaums. War die Zeit gekommen, im Lauf der Geschichte eine neue Seite aufzuschlagen? Oder sollte alle Welt in den Träumen des unendlichen Tsukuyomi versinken? Das werden wir jetzt herausfinden. Und wie gesagt, sollte sich das von der Länge her jetzt nicht wirklich in einem Part schön ausgehen, dann wird der eben zweigeteilt und es werden zwei Videos draus gemacht. Also, los geht's. Der letzte Kampf beginnt. あの男がいないな。消し済みとなって消え失せたか。激魔よ先生なら俺が助けた。助けた？どういうことだ。自分でも不思議に思う。今なら全部を変えられそうだ。何かが起こったようだな。お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。俺は陸道の…バーガ。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、マダラ。サスケ、お前も。こいつらはなぜ突然ここまで。ここ俺ってば死んだのか。お前は死んだわけではない。ここはお前の精神世界。今はうつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。じいちゃんってば。わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて忍衆の行く末を見届けてきた僧侶。名を大つつき羽衣。そして忍衆の開祖にして陸道仙人とも言う。え、最初に忍術を作ったあのさ、あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど。質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。それが阿修羅の生まれ変わりであるお前の義務でもある。は？あ、シュラ、一体何のことだ。ともかく一から話す。わしの息子と母についてもな。わしの母である大つつきかぐやは遥か遠い場所からお前たちのこの地に来た。真珠の実を取りに来たのだ。お前たちもこの戦争で見たあの真珠、そのチャクラの実だ。かぐやはその実を喰らい力を得てこの地を治めた。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び、崇め恐れた。ある時
かぐやは二人の子を産んだ。そのうちの一人がこのわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため、神樹の化身である十尾と戦った。身を取られた神樹はそれを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも辛くも勝利を手にし、十尾を己に封印することができた。それからしばらく時が経ち、わしも二人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付け、忍衆を教えたのだ。二人ともわしの子ではあるが、そこには大きな差があった。わしの強いチャクラを持つ遺伝子とそうでもない遺伝子。兄インドラは本当の天才だった。何でも一人でやり抜くことができ、己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた。逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず、一人では何もできなかった。それゆえ努力を惜しまず仲間に協力を仰いだ。周りもアシュラに応え、そこに我が生まれた。わしは弟アシュラの生き方に新たな可能性を垣間見た気がした。ゆえにわしは決めたのだ。アシュラを忍衆の後見人とすることを。だがインドラはそれを認めなかった。そしてこの時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく時を置いて転生した。幾度となくな。ナルトよ、先ほどわしはお前をアシュラの生まれ変わりだと言った。つまりはそういうことだ。そしてもう一人のインドラの転生者、それはサスケ。その通りだ。インドラのチャクラはサスケに宿っている。柱間たち前任者から息子のチャクラはお前たちへ。何十年何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていない。おじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだな。まあそうなるな。そっか。民衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。だが母かぐやはチャクラを子一つのために持ち、力によって世を束ねた。力による統治はただの暴走だ。故に母は恐怖の対象となった。その行いは今のマダラに通ずるものがある。このまま奴がさらなる力を手に入れれば、いずれわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている。境遇もその意志もこれまでの転生者に比べてお前からは特異なものを感じる。だからこそお前の可能性にかけてみたい。その賭けわしはすでに持ってるぜ。クラマ。俺もだ。ハッツァン、なんで俺の中にいんだ。オビトのやつがな、知覚と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって忘れたのか。お前は以前
視覚と牛気以外のチャクラをもらい受けているはずだ。前に美獣のみんなからチャクラを分けてもらったことがあった。いろいろあったが、これで全ての美獣が集まったわけだ。約束の時が来たってことだな。ナルト、お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだな。またたび、イソブ、孫悟空、国王、蔡健、長明、牛鬼、クラマ。ナルトよ、お前は何がしたい？この戦いの果てに、何を望む？アシュラの転生者だとかなんだとか、これってばバカだから、まだなんとなくしかその意味は分かってねえけど、仲間がどういうもんかは知ってんよ。俺はそれを守りて、それだけだ。それがお前の答えか。ああ、かつて弟アシュラに全てを託したがため、それが災いの起源となった。この度は兄インドラの転生者であるお前にもわしの力を託そう。これから先がどうなるか、それはナルトとサスケ、お前たち次第だ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思うんだ。俺たちかなりの友達だから。さあ、利き腕を出せ。この内葉マダラを蹴落すほどとはな。恐れを抱く小さき者よ。声が。我を取り込め。真珠を、十尾を、すべて取り込め。さすれば無限の力を。まさか真珠そのものが俺に力を与えるとはな。渦巻きナルト、内葉サスケ、俺はいわば完全なる不死、永久を手にした。貴様らがいかに力を得ようと俺には届かぬぞ。やってもねえのに勝手に結論付けんじゃねえよ。よかろう。ならばこれが最後の戦いだ。Na, endlich geht es los. Das war jetzt eine sehr lange Cutscene, gebe ich auch zu. Aber hey, jetzt haben wir unter anderem endlich mal den, ihr wisst schon, den Rikudo Sennin gesehen, Hagoromo, der eine sehr, sehr lange Zeit ein Geheimnis war.
Den hat man hier zum allerersten Mal gesehen. Und dann haben wir auch endlich mal die richtigen Namen aller Bijou gehört. Weil die sind mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht alle eingefallen, aber ich hatte wirklich recht. Der eine heißt Son Goku, weil das bedeutet halt Affenkönig. Ja, und jetzt haben natürlich Naruto und Sasuke neue Kräfte bekommen. Und jetzt geht es wieder darum, Madara zu vernichten. Aber ob uns das gelingen wird, werden wir gleich sehen. Mit mehr als 50% Gesundheit gewinnen, rechne ich mal nicht mehr damit. Einmal mit dem Ninjutsu von Sasuke treffen, einmal mit dem Gegenangriff treffen und eine 25 Trefferkombo. Das ist im Moment noch gar nicht so viel an Bonusvoraussetzungen, aber da kommt bestimmt noch mindestens ein zweiter und ein dritter Kampf. Das weiß ich ja jetzt schon. Also, los geht's! Ja, Harika. なるほど。輪廻丸を手に入れただけのことはある。宮崎さん、貧乏に存在する俺を看破する。え、うわ、飛ばす！これでどうなってもよ！ナルト、影の攻撃に気を張っておけ。お前でも監視はできるはずだ。やりづらいか。文句言ってられねえな。陰頭雷波、リウゴ！え、うわ、飛ばす！さっさと呼べ。ぶっ飛ばす！ダイナミ！はぁ！ユナマン！オビがこいつにやられたのも納得できる。リンボ！さっさと呼べ。よっと、よっと。よっと、はぁ、うわっ、うわっ、はぁ、はぁ、こいつは、どうやってこれほどの力を急に得たというのだ。リンボ、天国。もっと踊れ、ジャリども。さっきの体術男より俺を楽しませる。あなたの、これは、ビジュー、惑星の戦士力。ナルト、ヤツの隙を作った後は分かってるな。ああ、封印術。ナルト、おっ！移動した。影を身代わりにしたのか。まずいってばよ。あっちにはカカシ先生がいる。うわうわ。ようやくだ。本当にやっていいのね。はあ、早く俺の左目を。そうはさせんぞ。神！さくらか。ここはカカシ先生。先生。左目。オビトはどうした？そっちにマダラも飛んだはずだが。うん、マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カカシ先生、その左目ちょっと見せてもらっていい？え？よし、カカシ先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども。この方法で害も。うん、話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴は輪廻丸を揃えた状態になっているはず。
これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。お、お前たち鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん、チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。オビト、オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらに輪廻眼が揃った今、俺は陸道をも超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。神の目から見ればお前たちなどか細き脆弱な存在。起爆転生。ナルト、気づいてんな。あいつの影が4体に増えてる。起爆転生に影のスサノオ、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。